にちは、こんばんは。カメラマンくんです。はい、ということで今日は文字が浮かぶ動画と上半身と下半身が逆になっている動画の作り方を教えたいと思います。ということで早速編集していきましょう。まず1本目、上半身と下半身が別の向きを向いている動画の作り方。まずは普通に筋トレをしているシーンを撮ります。そして素材2つ目、次は体を逆向きにして寝たり携帯触ったりといういろんな動きをしてみます。はい、そしてビアメーカーを開いて新規プロジェクトで、その筋トレの動画を選択します。はい、そしてまず筋トレする前でカットしていらない部分は削除。はい、そして次 PIP を押して PIP を追加、そしてもう一度追加して、はい、そしたらまずはこのサイズを合わせて使うところ反対向いて、うねうねしてるとか別に使わなくていいからうねうねしてる使わなくていいから、はい、こっから使うんでね、それまでは削除します。そして猫背を長押しして前に持ってって、はい、これだと今は2つの動画重なっただけなんですけど、今上に重ねた PIP で追加したものを選択してマスクでラインを追加して、はい、くるる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 、逆です、るるるるる、はい、そしてこの服の真ん中ら辺に置いて、これをねビーってやるとね、このね境目がねぼかしいっていうか、なんか違和感なくするようにできるんです。これをね引っ張りすぎちゃうともう全部ぼやけすぎちゃうんで、こういう風にぼかしをつけないとこういう感じで結構ねピキーンって感じでね、こういう影とかもこの真ん中を見てもらうと分かる、ちょっとだけね斜めに線が結構入ってる感じになっちゃってると思うんですけど、これをねこのぼかしをねちょっとだけつけることによってね、はい、どうですかこれ、ほらこの境目もぼやけて見えなくなったでしょ。でこれで再生してみると、はい、はい、寝ながら筋トレ、携帯触りながら筋トレ、はい、僕のねこれがながら筋トレです。そして書き出しを押すと完成です。まあ、今これ結構すぐにできたと思うんですけど、まあね動画を見た時にはねっていう感じで、ね、結構目を引ける動画になると思うのでね、これを使えば結構いろんな使い方ができて、例えば前向いてるけど顔だけ後ろ向いてるとか、そういう動画作れると思うので、よかったらね皆さんもねいろんな使い方をしてみてください。ということで次は2本目、文字を浮かす動画の作り方を教えていきたいと思います。まずは音楽に合わせて指をトン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 している動画を撮ります。ビアメーカーを開きます。新規プロジェクトを押して、今その撮影した動画を選択して追加します。そして PIP を押して PIP を追加を押して、この動画の最初についている素材を画面録画して使うか、このね概要欄にこの素材をダウンロードできる URL を貼っておいたので、それを保存してください。そしてその素材を追加します。ブレンドをして、いつもはリトゥンだったりフィルターだったりを使ってるんですけど、それを使うとね文字の黒の方がねこうやって逆に透けてしまうんですよ。こういう感じで今回白いところを透明にしたいので、このねダークンを押します。ダークンを押して、あとはサイズ位置を調節します。はい、こんな感じでいいかな。あとは再生のタイミングを変更するだけです。はい、こんな感じでタイミングを揃えます。そしたらいらない部分を削除します。分割削除、まあ、いつも言ってなかったことなんですけど、これで書き出してもいいんですけど、ちょっとなんかこれ暗いなーって、この動画暗いなーって思ったことありません？そういう時にねいい方法なんですけど、1回目のねさっき動画撮った動画もちょっとね暗いんですけど、この動画を選択するじゃないですか。そして調整押すとね、明るさコントラストとかいろいろいじれるんですけど、これをねちょっとねこういう感じちょっとだけいじるとね、シャドウはね暗いところが明るくなります。シャドウ30、このね飽和色を上げるとねサイドが鮮やかになったりしますね、これ色が。はい、こうすると綺麗な動画になったじゃないですか。こういう感じでね調節することができます。はい、書き出し、はい、じゃあ完成表見てみましょう。
ていう感じでできます。そしてね、さっき色合いとか明るさを調節したものと調節しないものを比べるとこんな感じです。はい、こんな感じでね、結構ね、見た目のね、印象がね、結構変わってくると思うんですよ。暗かったりするとなんか見にくい動画だなとか思うんですけど、ちょっとね、数値をいじってね、綺麗にするだけでね、お、綺麗な動画だっていう感じでね、見ることができます。ではね、さっきの筋トレしてる動画の色も調節したやつとしてないやつを比べてみましょう。はい、こんな感じです。どうです？結構ね、やっぱり印象変わると思いますよね。思いますよねっていうか、思います。はい、こんな感じで今日のレクチャー動画は以上になります。今日はね、上半身下半身が逆になる動画と文字を浮かす動画を撮りました。今回はね、結構簡単な誰でもできるようなやつをやってみたのでね、皆さんも絶対できるのでやってみてください。よかったらね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。自分で作って TikTok にあげるってなったらですね、よかったら僕のことをね、メンションしてくれれば僕がね、見に行っていいねとかコメントとかしに行くので、メンションお待ちしております。ということで、今日の動画は以上になります。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。